ございます。ありがとうございます。クッキーさんとデートをしていただきたいなと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。クッキーさん待ってるんで行きましょうか。はい、分かりました。太陽がわ、映画みたい。かっこいいだろう。かっこいい。今日デートだから。てことは、はい、腹だ。おしゃれだろう。ありがとうございます。じゃあ、てことは今日はちょっとでドライブデートってことでよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。今度二人で飯行きましょうよ。パチパチなんですね。いや行きたいな。あ、ほんまですか。え、デートですよ。あ、いいですよ。俺の車で。あ、行く行く。ドライブ。私、全然そんなことしたことがない。あ、マジっすか。うん、ドライブデートと、うん、それからご飯食べたいのと、うん、あとお茶したいとか、うん、東京に住んでるのに、うん、どっこも出たことがない。いや、食事とか。それは寂しいですね。うん、寂しいんです。じゃあまた次はほなドライブデートで。ドライブありがとうございます。じゃあ早速俺の愛車にどうぞ。こういうのあげた方がいいんですよね。ちょっとボロボロですけどすみません。 ありがとうございます。失礼します。超楽しみ。閉めますよ。いや楽しみだよ、はい、もうハグ行ったでしょ。ってことはもうキスあるから。今日あります。今日キス決めるから見とけ。あのこれ見てる男性諸君、特に厨房、あの血気盛んな厨房諸君、まあ見とけ、決めちゃろさけ。行こうけ。ちょっと今からちょっとまず夢叶えますわ。はい。なんかすごい雰囲気が、うん、なんかあの仕事だと、仕事とこういうのと見る雰囲気が全然違いますね。あ、マジですか。うん、なんかすごい違って見える。僕が、え、道路が道路がね、道路の風景がね、道路がね、ああ道路がね、うん、なんかね、すごく仕事だとなんかもっとカキッとして見えるのに。そういうことね。仕事で向かう道路とはちゃうんすね。なんか虹色に見える、うん、ああいいじゃない。それも最高ですよ。楽しいことが待ってる証拠ですな。そうですね。お前今日天候あの倉庫行きたかったんですけどね、なかなかお時間もあるやろし、うん、天候倉庫どんな感じかっていうのを動画でお見せしますね。おー、マジっすか。はい、あの行ってこんなになっちゃうとものすごく疲れると思うんで、あの広いし、なんか、うん、ここって感じだと。わざわざ天候倉庫の動画撮ってきてくれたんですか。そうです。よし、てこさんおいで。はい。てこさんちょっとついてきな。てこさん前あの YouTube 出てもらった時に言ってたでしょ。なんて、あのうまいラーメン食べたいって。そう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 。私ね、あの一つね、うん、あのちょっと行きたいところがあって、私ラーメンって食べたことないんですよ。おお、マジっすか。それで、あの、うん、一回ね、あの、テレビ局で、うんうん、ジャニーズの、 あの長野くんが連れてってくれたところがあったんですけど、あの六本木で一口食べて、あのもうまずくて、まずいまずいって連呼してたんですバカうめえラーメン、今から行きますから。これほんまね、許可なんか取られへん思ってたらね、許可取れたんですよ。すごい。こんなすごい、こんなラッキーなことないから。この神水さん、鮮魚ラーメン。ここのエビトマトつけ麺、これマジ有名ですから。へー。エビとトマトいけますか？いけます。すごい心臓だけで息してきたけど、私ね、実はね、あのラーメンの食べ方って全然知らなかったんで、あの孔子の、うん、あの子孫の方に電話をして。あのラーメンの食べ方聞きました。いやその子孫に教わるようなもんじゃないですよ。いやなんかあるらしくて、孔子の子孫がラーメンの食べ方、
でそしたらね、なんかね、いろいろあるとかなんとかこんとかって言って、何言ってんだお前って言われませんでした。で、心の問題だっていう。いや、違う、ラーメンにそんな心いらないですよ。いや、それでだから今日はその通りにやろうかなと思って。ただ、まずつけ麺ですよ。麺をこうつけて、すすれます？すすれます？そもそも。それ、教わりました。あ、すすり方を教えもっても、あ、そういうことね。うん、だから、うん、ちょっと後で孔子の子孫にすすり方を教えもっと。そうなんだそれ。今度その人に会ってみます？いや、ぜひぜひ。すごいですやん、だってそんな。えぐいことですよ。YouTube 出てくれますかね。あ、出ます。いや、うせやん。出るよね。あ、すみません、お願いします。いや、こんにちは。どうもクッキーです。はじめまして。どうも、はい、よろしくお願いします。これ引田天功さん、はい、プリンセス天功と言った方がいいのかしら。プリテン、どんでしております。土足でいいんですか。土足でいい、土足でいい。今度靴脱ぐ、どう考えても靴脱ぐ感じじゃないでしょう。やりましたね、天功さん、マジうめえですから。なんかいい匂いがする。いや、もう桁違い、うん、あれ、なんか全然すごいいい匂いがする。思ってたとちゃうでしょう。昔何、白いラーメン言ってましたね。白いラーメン、豚骨ってことですかね、多分。なんだろう、そう、豚骨がなあかんかったんですね、うん、お店入った時に、うん、すごいでもいい匂いがする。いや、何でもよかった、うん、あれ、え、新宿にいてませんでした。そうですよ。でも本当オープン当初から来てますよね。いや、そうですよ、はい、なんかあれね、だから吉本会話で福岡の芸人がうまいって言ったらもう絶対うまいってなってるんですよ。ああ、そうなんです。ほんで福岡のね、下兄ってやつが、下兄って後輩をおって、そいつが爆裂うまいっていうので、ほんでみんな行くようになったんですよ。そうそう、芸人を行ってたでしょ、みんな。めちゃくちゃ来てましたよね。そうですよね、孔子の子孫。ああ、すいません、今ね、はい、孔子って知ってます？孔子、孟子、孔子の中国 なんか中国の昔の偉い人、孔子って。あ、なんとなく、はい、それの子孫の今写真見せてもらいました。ラーメン初めて食べるので、ラーメンの食べ方を昨日電話して教わったんです。だから今日はその通りに、ね、浮世離れしすぎててラーメンの食べ方わかんないから、孔子の子孫に連絡したんですって。連絡したんですか。連絡して、いや、すげーな、はい。孔子の方が一番最初に言ったのは、髪の毛が長いので、あ、くくれなさい、まず、うん、くくりなさいって、ここから始まる。そうか、いや、バカ、だいぶ長いですもんね。くくりましょうか。大丈夫です。ほんま俺に触られるの嫌がりますよね。違います。自分で前も二の腕触らせるたら嫌ですよ。すげえ嫌がりますよね。覚えてました、それ。すごく覚えてる、うん。こうやって、まずこれが基本だって言って、いや、毛後ろにやってまわんな。じゃあ頼みましょうか。はい、エビトマトのつけ麺、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、2つ、これ、あ、ほんまや、おー、こうさんや。これ、このかぼちゃを持ってて、そっくりじゃないですか。あ、似て、うんうんうん。で、だから、そっくりだからって喜んで、こんなになっちゃって。これ、横尾さんいくつの時ですか。だいぶ若いですよね。そう、これ横尾さんのアトリエで、すげーな。これ、横尾さん書いてて、そしたら、これ、これちょうだいっていうふうに言って、パレットを紙皿でやってるんで、イランパレットをね。その紙皿っていうのもね、持ってきたんです。カバン、すいません、お茶屋さん。茶色の方、茶色、すいません、車の鍵を貸していただけますか。スモールランプがついております。すいません、はい、申し訳ない、すいません。はい、あ、これがパレット、うん、すげえ、この紙皿でやってんねや。紙皿で、これちゃんと横を折って入る。これ見て、これが天使の文字なのね。で、天使の文字を教えてあげたの。そしたら、天使の文字書いてる。あ、天子さん、天使の文字知ってはる。そう、私、天使の文字。これが天子ですか。あ、じゃなくて、早く良くなるようにみたいな。あ、早く良くなるようにそう、天使の文字。天使の文字なんですよ、それ。何ですか、天使の文字って。天使が使う字ってことですか。そう。でね、これがね、横尾さんが私を書いてくれて、やった。これスカーフになって、すげえですね。それで、あとね、なんだっけ、道具とかね、そういうようなのも、これ道具のね、
あ、天功さんの道具をすくくるめるように。これ横尾さんデザインで。そう。いやすげえな。これ私が作ったんです。何ですかそれ。腰巻きスカート。じゃーん、これが地図です。これが地図。受けた。いやこれちょっとヒント結構大ぶりやな。これね、あのね、うん、最終的なやつだからもうねここしかないっていう建物とかもそういうようなのもここしかないっていう方角までちゃんと書いてる。そう書いた。すげえ。いやこれはちょっとあんま見せたらあれなんで僕がもう預かってきます。あ、来た。あ、すいません。はい、お待たせしました。ありがとうございます。よう出た。綺麗綺麗。待って、私講師に怒られちゃう。講師に教えてもらって。講師に教えてもらって。あ、すいません。うわ、嬉しい。じゃあ手を抱えましょう。はい、いただきます。これあのなんとなく僕の食い方が、はい、これこのタレついてるジェノベーゼみたいなやつ、うんうん、これ俺もう混ぜちゃうんですよ、うん、ギュギュギュって僕は、うん、はい、まあ、テイコさんお好きにどうぞですけど、はい、これまたうまいですわ。ジャブンで、おーおおおお、豪華。バックレスうめえ。どうぞ。あ、そっち、あ、全然それでも。あの生体後もこうやって食べてたって。うるせえ、早く食えよ。もう食べたことのない味。どうですか。今まだわかんないですか。うん、食べたことのない味。うん、俺つけ麺食った中で一番うまいと思いますよ、ここつけ麺人生で。どうだろう。どうですか。食べたことのない味。どう思いますか。どうですか。食べたことのない。言うよそれ。美味しいでしょ。食べたことあります。この味。食べたことのない味。あれ、今まで全世界いろんなとこ行ってるけどこれは一回も食べたことがない。あ、じゃあすごいな、じゃあすごいな、逆にすごいですね。あ、これメンマ、これメンマ。これメンマ。どうですか。食べたことのないやつ。なんか言うねんそれ。でもあれですね、食い続けてますね。なんか次から次へと食べれますね。ああ、それが美味しいっていう感情かもしれないですね。人間が食べる味だね。ここ地球ですからめちゃめちゃ食ってますやん。うん、なんかこれは次から次へと食べれます。美味しいってことですわ。あとめちゃめちゃ小指立ってるな。笑ってまうぐらい。なんかね、孔子のね、うん、あの子孫のさ、あの孔子では、ええ、なんかあの食べてあの味がどうのこうのっていうふうには言っちゃいけないと。で、美味しいとかまずいとかは言わないで、まずあの風味を楽しんで、その風味が何々の味ですねっていう感じでね、うん、あの話した方がいいって言われたんだけど。だからあんま喋らないようにしてたんですか今。うん、だから風味って言ったって別にね、分かんないじゃんね私ね、うんうん、いろんなお魚とかそういうようなのも分かんない。だから食べたことがない味を5連発ぐらいで言ってましたよ。うん、何も喋らんと。でも本当に食べたことのない味。
でまた食いたくなるでしょ、うん、これがエビらしなんですか。エビそうですね、めちゃめちゃエビですよね、これ。エビよりもエビ目指してる。あ、エビ越えのエビ、エビオーバーです。だからもうエビです。なんかやっぱトマトが混ざってる。あ、トマト、これ。あ、そうか。余計なこと言わないでよかった。どれなんですか。いや、これチョコレート入ってる。今言わないでよかったと思って。え、これつけ麺の中にチョコレート入ってるの見たことないな。チョコレートだと思ってた。チョコレートだと今思って言わないでよかった。もう言いましょう。もう言いましょう。あ、でもよかった。なんかもう途中でやめて食い続けてるからよかった。腹いっぱいまで、腹いっぱいまで食えるでしょ。こんなにでも物を食べたことがない。あ、マジっすか。うん、カロリーメイトも一袋に2個入ってるから1個、うん、3時間で1個とか。おっそ咀嚼特勤取りとかなんかやって、でその次に水を飲んで次に1個特殊ですね、だいぶね。特に健康ちゃんだいぶ特殊かも。そんな、あ、そうカロリーメイト半分で運動して水飲んでまたカロリーメイト半分。麺も食べますね。どうですか。じゃあ、はい、美味しいでしょ。うん、美味しい。これが美味しい。美味しい。言ってごらん。美味しい。そう、美味しい。このつけ麺美味しい。このつけ麺美味しい。ああ、やっと人間の心を覚えたね。美味しいを覚えたな。よかったな、美味しい。超みんなこれを食べるためにならん。もうドラクエ打っとんか思ってましたもん。新宿行ってごらんさい。なんか落合が言ってたね、そうやってね、落合がだからすごいところに、うん、っていうふうに言ってたんで。そうそう、まさか僕こんな取らせてくれると思えなかったですよ。すごいことです、すごい。だからよかったですよ、美味しいっていう感情を覚えてくれはって。どうだった。美味しい。あ、美味しい。またほな次また別日遊び行くことあったらまた別のラーメンごちそうしますね。いろんなラーメン食いましょう。うんうんうん、でいろんな美味しい覚えよ。うんうんうん、涙が出てきたかも。嬉しくて。うん、初めてなんか人間のもの食べたかもしれない。じゃあ僕が人間に戻してあげますから。任せたね。うん、とりあえず覚えたね。せーの、おいしい。あー、よっしゃ、ありがとうございます。彼女に、おいしいという人間の心を取り戻してくれてありがとうございます。今ね、人間に戻す旅をやってるんですよ。第一段階大成功ですわ。うん、よし、じゃあ次は新しい感情を取り戻しに行こう。いや、とりあえずラーメンは大成功ということで。なんかやっぱりなんかちょっとクッキーさんの愛情の味も入ってたし。わかりますか。なんか一緒に食べると、うん、なんか安心感というか安心して食べれると、はいはいはい、本当になんかこう味に専念できるじゃないですか。周りに気使うと何食べてるか分かんないけど。そういうことね。うん、でもずっと味がどうなんだろうってこういうふうに。でも食べたことのない味だったんで。いや、よかった。次も楽しいとこ行きますよ。嬉しい。いやいや、もうなんかこうドキドキする、すごく。あ、マジですか。ドキドキする。引き立っていう屋号をいただけません。わかりました。いいんですか。いいですよ。え、嘘や。どうぞ。引き立クッキーになってもいいんですか。いいですよ。え、嘘。いいですよ。いや、そんな、いや、そんな軽いもんじゃないでしょうか。伝統の引き立でしょう。いや、のれん分け、そんな簡単にのれん。大賞券ちゃうねんからねえ、天狗さん、大賞券。天狗さん、大賞券してます。信号で止まったらお店行きます、ね。あ、分かりました。あ、今のもそうだった。あ、これもそうなんだけど。倉庫？これも第一の倉庫で。これ何、セグウェイ乗ってますもんで。あ、そうそうそう、セグウェイ乗らないと。セグウェイで移動しとるや、自分っちの倉庫。そうすげえ。めちゃめちゃ移動綺麗ですよ。
フラフラしてたら引かれますよ。危ないですよ。ここ。ちょっと待って。ちょっと待って。うん、危ないから。しっかり持ってくださいね。ほら、ここ。てんちゃん。ほら、峠。すごい。峠やりたいだろう。さあ、てんお邪魔します。こんにちは。あ、どうもどうも、すみません、お邪魔します。こんにちは。あら、ちいちゃいワンが。こんにちは。引田天子先生です、はい、こんにちは。どうぞ。どうぞ。すいません。あいかさんしてるの、かわいいね。かわいい。こんなちっちゃい。かわいい。ちーちゃんの。お利口さん、お利口さんね。あの、20年前なんですけど、散歩よくしてた時に、木田天功さんのスタッフさんが散歩して、いつも遊んでたんですよ。ラブラドールで遊んでたんですけど、白いワンちゃんと遊んでたんです。あ、なるほど。つながりがあったんですな。世間は狭いですね。お久しぶりって。お久しぶり。これが、お久しぶりっていう感情だよ。はい、お久しぶり。お久しぶり。上で作業するんですけど、うん、エプロン、した方がいいですか、しないでやる。まあ、全然何でも汚れます。まあ、汚れるときは汚れちゃうんですけど、作るもんによりますかね。そうです。これぐらい大きい亀作りたいんですけどそれどうですかね。汚れますねお茶が、エプロンとか持ってきてるんで。ああ、専用のね。専用ではないんだけど、あの、一緒に。あ、おソロの、おソロでもないんだけど、あ、僕用にわざわざと。うん、まあ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 、嬉しい嬉しい。名前なんて言うんですか。唐揚げです。唐揚げくんです。確かに。でもそこまで油は詰まってなさそうだな何歳ですか。9ヶ月です。ちびちぃ、はい、いいですか。おお、僕もちょっと動物番組やってるんですよ、はい、フジテレビで。だからもう慣れたもんですわうん、あ、あ、かわいい、あ、かわいい。おお、おお、そうかそうか。おお、かわいいね。うわ、すげーですね。優しい。うわぁ。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。こう。うわぁ。はぁ、あ。六頭芸いいから、この子欲しいな。100万円したんです。はい。もう出会いなんで、子供がもう可愛い可愛いって言って、まあ、見に行って、どうせまた可愛い子出るよって思ったけど、ええ、運命でもうやっぱ可愛いから、ローンで買いました、ローンで。ね、ローン終わりました。あともうちょっと。ほな、まだ、あの、あなたの犬じゃないです。ローン残ってるんで。すいません、落合さん。落合。向こうの方、はい、ワンちゃんがいるの。え、どこ？ここ。お、9ヶ月だ。はい。はい。こんにちは。早く持ってこようか。はい、はい、早く持ってこよう。私間違えてたら間違え。これだとダメかしら。お、はい、はい。どうぞ。なんか、いや、そんだけ言うからなんか変な柄とかいろいろ入ってんのかもと、めちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃあれですよ。よう、これ待たしたな、これでだって、いいじゃん。そんな、これにそんなこだわりありました。そんな絶対これじゃないとあかんかった。かわいい。犬と戯れる落合を止めてまで持ってこさせるもんじゃないでしょうが。かわいい、かわいい。あ、ほんまですか、はい、ありがとうございます。天功さんがお家でゆっくりあのコーヒーとか飲むときに使うコップ作ってあげたいなと思ったんですよ。やっぱお口、やっぱお上品なんで細いコップがいいなと思って、ちょっと細いのを作りました、はい、天功さんも俺のために何か作ってください。わかりました。そうしましょう。これぐらい、もう気持ちいい、そのぐらいで。で、足を本来ね、足乗せとくんですけど、初心者だとね、力が入ってまたスピードが安定しないんで、その角度のまま足を離していただいて。あ、勝手に止まるようや。あ、そうです、そうです。へぇー。少しずつ下の方に押してって、で滑りがなくなったらまた手をそーっと離して、そーっとね、
そうっていう感じでめちゃめちゃ入ってきますわ天狗さん、気持ちいいわ、力入れれば入れるほどもうどんどん入っていく。え、あ、すいませんじゃあ焦らすのやめてもらえません。はいはい、はーとか穴が開いちゃうなと思って、あどうですか。そういいですね、いいです。あ、包み込んでじーっと手が動かない場所、そうそうそうと中心に合ってきますんで、でこれからこうつまみ上げていくんですけど、親指外、利き腕どちらですか。右。親指外、中でこう挟んでください。あ、こう、あ、中指がいいですね。あ、利き腕で。あ、片手だけで。で、肘固定して、また力入れます。ここ手添えて、そうそう、一周したら上、つまみ上げていく。ゆっくり。止まんないで上、上につまみ上げる。そう、一周したら1ミリ。一周したら1ミリっていう感じでゆっくり。なるほど、ね。あ、上手ですね。綺麗。めちゃめちゃ綺麗ですよ。すごく綺麗。いや、天狗さんのこと考えながらやってるんですよ。はあ。だからだ。で、また滑りがなくなっちゃうと引っかかって失敗しちゃうんで、こういうところにまめにね。そうだ。そう、まめに赤ちゃんだと思って。赤ちゃん。はい。すいません、大きい声出して。あと僕 の、 あの絶叫した赤ちゃんの後にはいっていうのやめてください。冷めたはい。早くできますように。金子さんはどんなコップに しますか。集中して。コップじゃなくて、はい、あのちょっと不思議なものをここから作りたいと思います、はい、できました。早いって。え穴掘り込んでできましたじゃないですよ。すごい生き物みたいやな、なんかこれもね、味で、ここに。いや、こんな作り方初めて見ました。すごい。アーティスティックですね。ねえ、何作るんやろ。はあ、もう十分か。底辺を見とかないと。あ、ちょっと待った。ちょっとすいませんね。申し訳ないです。ここまで。底辺がどこだかわかんないんで申し訳ない。ここかな。え、結構いったの。ここだから。え、ちょっと待ってください。あの切った時に穴開いちゃうんで、ここまで下押してたんで、ここでカットするんで、ここね、ここからまたちょっとつまみ上げて。え、また。そうそう、なんか今怖かったな。でも一生懸命作ったやつの穴にあの知らん人が手グーって突っ込んで怖い絵でしたわ。なんかちょっと待ってくださいねってグーッ突っ込んでいって。どうだ。硬いそうなんで、もっと手間。あ、そうそう、いいですね。はい、綺麗ですね。で、厚みがちょっとまた厚みが難しいんですよ、厚み揃えるの。で、私が、あ、そうそう、あ、いいです。上手ですね。さすが。いや、なんとなくもう土がこうしてて言いよるんですよ。何なんだろう。あ、じゃあもう陶芸家ですね。いや、そんな大それたもんじゃないですけど、土と戯れかと言いますか。え先生。あ、私に。先生。大きいですか。いや、ちょっと斜めとかにしたいなと思って。いいですか。立ちますかね、ちゃんとトンって置けますかね。OK です。うわ、かっこいい。ありがとうございます。できました。うわ、すげえ。すぐなんか次の作ってる。これ、あの全部魔法です。え、クッキーさんに全部すごくいいことがあるように、うん、え、魔法、うん、え、一番わかりやすいのがメビウスのは永遠にいいことがあるように。おこれ全部こう動くように今多分
カラカラと動くようになると思うんですけど、ね、あそういうことね、まあ、カラカラってなんですけど、うんうん、チェーンみたいに、チェーンみたいにこういう風にして、うん、陶器でこうチェーンってなかなかないですよね。いや見たことないです、ね、うん、それであのこれ私でこれクッキーさんで焼いてもらってこれでコロ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 天狗さんがその大きいので僕はそのちっちゃい、そうそうそう、私が悪いこの中でコロ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 、天狗さんの中でコロ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 、うん、で常にあの笑いの中心っていう、あこれがなければ誰も笑わないということで、あそういうことね、でどうなるんですかそこに入れてコロ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 で私がキラ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 コロ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 がちょっと早いですね、コロ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 でここを持ってコロ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 ってこうやってこれ全部縁起がいいやつばかり、うわー嬉しい、ありがとうございます。ちょっと焼き上がり楽しみですね、うん、見てかっこいいね、天狗さんに引き立っていう名字もらったから引き田クッキーって書いて引き田クッキー師匠ありがとうございます楽しいでしょう、楽しいですね、これが楽しい、楽しい、そう楽しい、楽しい、今どんな気持ち、楽しい、そうこれでまたあのアーマロイドに感情を入れたから楽しいっていう感じ、美味しいって今楽しい覚えたからどの色、じゃあ、せっかく水色ここがいいですか、ここね、はい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 、あ、いいですね、あ黄色いので、ここちょっとこの頭を黄色で、頭取りで、頭でちょっとやばいじゃないですか天狗さん、やばいじゃないですかやばいでしょうが大丈夫です、これはあのさっきあのくっつかないっていうこの、あの粉ですから大丈夫です、大丈夫ですか、粉まみれになりましたけど大丈夫です、完成で、完成です、よっしゃーやりましたね、楽しかった、楽しかった、どうだった、楽しかった、そうそれが楽しかったという感情だよ、楽しかった、無我夢中でしたね、うん、で素敵に教えていただいて、そうね、うん、完成したらまた取りに行きましょうね、そうですね、うん、そうしましょう、あの世界的な、ね、うんうん、あのこの魔法になってますので、あ、ありがとうございます、魔法をかけました、うん、俺魔法をいただくの初めてなんでドキドキしてますよ、人生において魔法をもらったことなかったんで、はい、ところどころ僕ちょんやらせてもらいましたもんね、そう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 、全部あの魂がこう全部入った、あ、これで入った、僕が入れたんですね、そうです、そうです、魔法の土台に僕を置かせていただいたということで、うん、そう、これで入らなかったらこれは何にもならないけど、これで全部入った、ね、これは大丈夫ですか、これちょん置いた瞬間にここにバババババ入っていって大丈夫です、黄色ついてますしね、ここちなみに僕でいう体でしたよねいやこの白い粉の中でモンドリューズぐらい回っとったんですけど大丈夫です、焼いたらあのこれ粉飛びます、ほんまに苦しんではないですか、これ大丈夫ですやばいじゃないですかこれうちの猫です、猫じゃねえよ、うおー、こうこうこれがトラ、こんなのって遊ぶんですよね、全然慣れてるでしょ、かわいいんです本当に、これを家に連れて行こうか思ったんですか、僕家に、そう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 、階段が無理で、でこれ今子供がいるんですね、みんな連れてくるからどの子がいいかみたいな、これこれ頭いいんです、これ見つかれて、それもこう出ますの、そう面白いのばっかりあるんです、いや面白いわ、うわーすげえってことはどっちがいいですか、いちごと、いちごと、どっちがいいですか、いちごがいい、はい、はい、じゃあ天狗さん、いちごをいただきます、いちごいただきます、すげえ、私これ何億年ぶりかです、億年ぶり、いやどんだけ生きてんねん、かき氷はどんだけ生きてんねん、もう本当にめったに食わないですか、おまけでラズベリーも食べてほしいが、かけてあります、いただきます、ピスタチオ、天狗さん、はい、あのこれかけますか、あ、おいしい、ラズベリーおいしい、ラズベリーおいしい、ピサカタぶりですか、そう、何年ぶりですか、何億年ぶり、億年ぶり、もう本当私今日こんな食べていいのかな、あ、本当もうちょっと、はい、終わりで運動めっちゃせなダメですよ今日、いや夜寝る前は1時間は絶対するんで、うーん、は
ありがとうございます。あ、でかき氷の、ね、食べ方結構崩れちゃうんで上の方から。あ、ごめんなさい。うるさいんですけど、本当バカって倒れちゃう。そうか、それこれ万が一用の皿ですよね、だから。私バチ当たんないかしら、こんな今日倒れて。当たんないです。ご褒美です今日は。うまっ。おいしい。困ったな。今日ここに泊まろうか。おいしい。何この汁、うまいな、この緑のやつ。うまいですね、これ。特製ですか。はい、え、こんなん作れますの。はい、作れるんですか。はい、全部はいやな。だってはいなんです。すげえ、手作りでこんなタレ作れんねや。タレってなんか、なんか関西の人間でもなんかこれタレって言うし、あのジュースのこと汁って言うんですよ。いや、うまいわ。あ、うちのお母さんにも食べさせてあげたい。ああ、あのアメリカの、アメリカ人はこれ食べたことないでしょ。日本のね、アメリカにかき氷ないねや。まあ、一回話した時食べたいとか言ってたんだけど、うん、もし来あったらぜひ紹介してください。あ、ぜひ一緒にロケしましょう、うん、僕が車運転するでいろんなとこあの行きましょう。浅草とかね、うん、あんま行かへんとこ。みんなうちの家族おとなしいんで。ああ、いいですね。じゃあ、うん、ベタなあの日本の東京界隈の観光名所回りますかね。え、じゃあ私が回ったことないからそれは楽しそう。うん、うん、ほんならもうあのアメリカのお母さんとかと一緒についでに行っちゃいましょう。おいしい。あの、うん、ダイバーシティにガンダムのとこもあったりするんで。ガンダムとか興味ないでしょ。いや、あります。お、あのショーの公演の時に、うん、アメリカでやる時はガンダムの音をかけるんです。お、そうするとちっちゃい子供たちが立ち上がって、だから音とかそういうのを世界中行ったりとかすると日本のアニメのをちょっとキーンとしたんですけど。はい、頭痛いんで。うーん、あ、やっぱガンダム世界的人気ですね。すごくない？私めっちゃ食ってますよ今日。ねえ、大丈夫かしら。私今日物食べたってこんなのないです。ほんま、そんな食うてるんですか今日は。嬉しいですね。ハメ外しちゃって。これはなんていうの、食べたら。あ、おいしい。あ、あとどう、これはあったかかった、どうだった、食べた時。そう、冷たい。これが冷たいっていう感覚だよ。ほんともうあの楽しい、楽しくて美味しくて最高ですね、ここね。最高ですね、うん、今日からここのこともスポッチャで言いますわ。楽しくて、楽しいこといっぱいあるんで、はい、スリルとね、うん、スポッチャ、うん、それは関西語。スポッチャってありませんよ、なんか誰みたいな。いやいや、あの スポッチャって知りません。あの知らない。あ、ほな、どっから来たの？全然何も。かっこいい。今日はデートだから。ってことで、はい、腹だ。このつけ麺美味しい。あやばいじゃないですか。どうだった？楽しかった。さあ、お、見えた、ほら、テンコさん。ああ、すごい、すごい、いいですか、すごい、東京タワーですね、綺麗ですね。今日キス決めるから見とけ。美しいですね。美しいですね。日本がやっぱり一番綺麗。あ、日本綺麗。ああ、まあやっぱ日本馴染みますわね。ないところはない。いや、東京タワーってほんまね、うん、あのどのお酒も合うんですよ。ビールも合うし、シャンパンも合うじゃないですか。当然ワインも合うし、で日本酒も合うでしょ。いや、世界で唯一あのどの種類のお酒でも飲めると僕東京タワーと思いますわ。なるほど、そうかもしれません。そう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 、なんだこれ、緑茶も進めるじゃないですか、これ見ながら。いいですね、それぐらいね、この万能なんですよね、やっぱ東京タワーっていうのは。
いやエッフェル塔すごいけど、やっぱエッフェル塔はやっぱもうエッフェル国のやっぱ飲み物になりますやん。こいつだけなんです、唯一いろんな種類の酒飲めるんです。さてことで天狗さん、ちょっともうデートももう終わりですよ。これ最後東京タワー見せて、まあちょっとベタですけどね、東京タワーで。いや、すごいすごいすごい、大感激です。ありがとうございます、うん、いっぱい楽しいことやりましたね。ねえ、もう夢中になってやったんで、こんな夢中になることってないじゃないですか。いや、すごい。いや、何よりね、やっぱ嬉しかったのがこのラーメン、つけ麺とこのかき氷はあんなむさぼりついた、あれやっぱ嬉しかったな。そして何よりおいしい、おいしい、かわいい、かわいい。今どんな気持ち？楽しい。そう、あと何が生まれました、感情として。素敵、あ、素敵、あ、素敵、素敵。ほんで最後じゃ あのもう一個嬉しいという感情を与えようと思います。はい、うん、ちょっといいですか、プレゼント。この間あの吉住さんの絵渡したじゃないですか、間違えて申し訳なくて、今回ちょっと天狗さんに、プレゼントしようって書いたんですよ。やだ、嬉しい。ほんまですか。スケジュールに天狗さんとトークって書いたんですね。ほんで俺まさか平田天狗さんだと思ってなくて、あの石原良純さん書いちゃった。天狗さん書かなあかんと思って天狗さん書いたんですよ。でね、天狗さんね、前あのインタビュー、あのインタビューとか YouTube してる時に、あの髪型で遊べないって言ってたじゃないですか、はい、だからせっかくちょっとあの今までやったことない髪型にしてあげたいなと思って、あの帰ってきました、ね、あ、ね、うん、そっくり、私だ、そっくりでしょ、うん、私だ、うん、でちょっとあのパンチパーマにやってね、鬼ぞり入れて、うんうん、そっくり、素晴らしい、ありがとうございます。これプレゼント、ありがとうございます。これで嬉しいという感情が生まれました。これ私だ、うん、うん、でね、これあの目はね、うん、あの天狗さん自分で入れてみてください。そしたらここに本で天狗って書いて2人の共作になりますんで、ああなるほど、うん、2人の作品にしましょうということで、これは嬉しい、うん、嬉しい、よかった。これでとうとう5個のあの人間の感情が揃いましたね。AI から、AI から、うん。ほんで今5個のか、この5個のこの感情の玉が揃ったことによって、はい、好きという感情が生まれたはずなんです。はい、今僕のことめっちゃ好きになってません？好き。そうでしょ、好きでしょ。うん、ほんでここで、ここやっぱデートの締めってやっぱね、何するか言ったらキスですよ。てこさんキスしましょう。ね、最後もういや5個のね、この嬉しい楽しいとかのいろんな嬉しい感情、おいしいとか感情が一気に集まってギューンブーンって集まって好きという感じ生まれたでしょ、うん、好きでしょ今僕のこと、うん、好きは、うん、好きはキスなんです。ああなるほど、うん、でキスをするんですけども、さすがにね、うん、この生接吻はこの子じゃ厳しいですよ、うん、ね、厳しいですよね、うん、ってことでうんサランラップ用意してますんで、サランラップ越しにやったら大丈夫なんじゃないかということで、この街中で、はいはい、そうそう、もういや、デートで、それデートでそういうもんですから、サランラップ越しに、僕はな、僕はサランラップ当てますんで、そこにキスしていただいて、これでロケを完結しましょう。何分？いや、それはもう長ければ長い方がいいですけど、15分いいですか？プリンセス天候的にどうなんですか、そのこの路上、東京タワーの下で、うん、一芸人にキスするってお金、やっぱちょっと問題ありですよね。いやアメリカだったらすぐしますけど、別に、あ、そうかそうか、うん、ここ日本なんで、うん、日本の常識としてはデーブ スペクターはなんていうか、あ、そうか、スペクター怒りが増える、あ、そうか、残念、じゃあじゃんけんしましょうか。じゃんけんで俺が勝ったらキスね。どうですか。あれ困ってます？いや困ってない。本当ですか。うん、じゃあいきますね。最初グー、じゃん。やる。最初はグー、じゃんけん。あ。ちゃった。勝っちゃった。じゃあネクストタイム。なもういや、もう男に二言なし、OK、OK、ノーキス、OK、じゃあ次、あの陶芸のやつ取りに行くじゃないですか、うん、
ほな、そん時もあのデートしますわ。オッケー。そん時またキスしましょう。そん時ね、うん、そうしよう、そうしよう、オッケー。いやほんま最後こんな路上で終わっちゃってすみません、ありがとうございました。いえいえ、楽しいです。こんな素敵なのをいただいて、いやいやいや、すごい嬉しいです。次はじゃあ倉庫で、約束覚えてます？覚えてますよ。倉庫行くのと、うん、あの引田というあの野望をいただいたこと覚えてます？はい、覚えてます、覚えてます。じゃあほら正式に引田でいいですか？もちろんです。ありがとうございます。いや、キスもそうですよ。もうすごくでかいもいただきました。落合さん的に大丈夫なんですか？僕は引田になっちゃったんですけど。はい、いや、引田くありがとうございます。うわ、あの毎年上納金がありますので、よろしく。嘘やろ。ほんまです。俺が金を上納せやな。はい、そうか、野望主ですもんね。はい、うわ、金額によるな。じゃあとりあえず引田天功師匠と引田天功クッキー、今後もよろしくお願いします。お願いします。はい、ご苦労さんでございました。ありがとうございます。ほな東京タワー届け。はい、ご苦労さん。ありがとうございます。うわ、照れた今。すいません。うわ、照れた。